前回に引き続きカドリール西田と日線共同企画です私日線担当者と本日もカドリール西田様より商品企画ご担当者様にお越しいただいてますよろしくお願いします,しします本日ご紹介のブラジャーはグラマーバストさん専用のずり上がりにくく細見えが叶うブラです グラマーさんの悩み、まず合わないっていうことをよくお客様からお聞きするんです。フィットしないとか、太って見えるとか、胸位置が下がるなんてことも聞きますね。グラマーさんは胸を引き上げるためにストラップを短く調整するんですけど、上がらないし、後ろがずり上がって肩が痛いなんて負の連鎖もあるみたいですね。そしてブラの背中の部分が胸の重みでずり上がってしまうんですよね。 ずり上がらないポイントは2つあるんです。1つ目はサイドサポート設計と2つ目はバックキープパネルです。サイドサポート設計についてはマディアフィットするノンワイヤーブラの動画をご覧ください。ブラジャーの付け心地はブラジャー自体の設計が安定していることが大事なんですね。特にグラマーさんには重要です。うん サイドサポート理論をもとに圧迫感を感じにくく安定した設計になっています。二つ目のバックキープパネルってどの部分でしょうかはい、それがこちらです。背中部分はストラップ付け位置からアンダー下辺まで縦に伸びるパネルを付けているんですね。なのでバックがずり上がりにくい仕様になっているんです。 すっきり細見えポイントもたくさんあるんですよね。はい、そうなんです。丸みを出す4枚ハギ仕様でカップ脇部分のパーツにはボリュームを抑えるためのフラットパネルが入っているので、すっきり細見えが叶うんです。中のカップの上辺は女性らしい S 字カーブになっていて、トップが内向きになっているのもすっきり見えるポイントです。あと脇高設計で脇もすっきりしますね。そうなんですよ。 そしてさらにですね、またこの斜めに入ったバイアスのサイドボーンで脇の流れをせき止めながら体にフィットしてくれるんですよね。サイドボーンが斜めに入っていることで体に添いやすく湾曲しにくいんです。ワイヤーが痛くない秘密は外付けワイヤー仕様です。肌にワイヤーが当たりにくいように表側に縫い付けているのでワイヤーを感じにくいんです。肌当たりフラットで面で支えてくれるから食い込んでくる感じがないんです。 バック上辺はアウターに響きにくいテープレス仕様です。段差の気になる部分を太めに折り返しにしているので背中をフラットにしてくれます。アンダーのゴムもソフトな肌当たりのものを使用していて優しいです。また気になるタグのチクチクですがこちらのブラジャーもタグが肌に当たらないようになんとここに隠してあるんです。嬉しいですよね。 カップの上辺は縫い目がなくアウターに響きにくいヘム仕様で肌当たりも優しいんです。グラマーさんは少しでも軽く薄いブラをつけたいという希望がありますよね。透け感のある薄手のストレッチ素材を全面に使用しているので軽くて快適でしかもストライプに見えるデザインがスタイリッシュなんです。またマイストラップ調整でつけた後も調整ができるようになっています。 短すぎて肩紐が辛いなとか胸位置上げたいなと思った時にすぐに前で直せるのがありがたいです。ストラップがずれてくるのも防ぐために後ろの間隔を狭くして作っています。ストラップの太さも16ミリと通常より太く支えてくれるので痛くなりにくいです。また肌側も柔らかい肝素材を使用しています。さりげなく光るゴールドを使用しています。 ブランドのプレートはゴールドのものをこだわりで付けています。今回も肌触り、快適さにとことんこだわったブラジャーになっています。こんなに楽で綺麗なブラジャーがあるんだってぜひ体感していただきたいです。マディアでは肌あたりが優しく心地よいブラジャーをご用意しています。ぜひお試しください。本日もご清聴いただきありがとうございました。 今回ご紹介の商品も概要欄にリンクを貼っています。ぜひご覧ください。この動画が良かったと思った方は、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。お願いします。